イディアキリングミスのデビル増えてきてって思います。今日はですね、大型アップデートがシーズン2前に行われるんだけど、そのですね2回にわたる生放送の前半戦1回目が終わって、かなり大規模な内容っていうのが発表されたアップデートね、そこで海外の声っていうのは実際にどういう反応だったのかっていうのをみんなとねちょっと見ていきたいなというふうに思っております。という感じで本日の目的はこちら、1つ目シーズン2大型アップデート、2つ目海外の声で、最後にねそれを踏まえてまとめという形でやっていきたいと思います。で今回はですね、やっぱり海外のコミュニティの方が大きいんですよディアブロ。なのでその声の大きい人たちっていうのは結構今後ですね影響を及ぼしていくので、実際どんな反応ねリアクションしていたのかっていうのを今日は見ていきたいと思うんだけど、その前に今回の話のまああの中心っていうのは何かというと、シーズン2がですね始まります。でそれに合わせて超大型アップデートがあって、でその大型アップデートの内容がめちゃくちゃ多いから生放送2回に分けて説明があるんだよね。で前半戦の1回目が終わって、まあその1回だけでもめちゃくちゃ多くのね変更点があったので、ここについての話になりますね。でそれについて海外の人たちはどう言ってるのかなっていう形で、いつもね僕がチェックしている北米の人たちだったり、あとは結構ね 2,30 万再生とかあった韓国の人かなのあの動画とかもですねあったので、そういったとこ含め今回の反響っていうのを日本以外の部分で見ていきたいと思います。ちなみにねアメリカとか韓国ってめっちゃねユーザー数多いから、ここら辺もねやっぱりね押さえておくと大事かなって俺は思ってるっていう感じで、早速海外の声っていうところを見ていきたいと思います。で結論から言うと、結構ねやっぱりポジティブな受け止め方というか捉え方されてるっていうのがまあほとんどだったよねっていう形です。でまずいつもよく俺が見ている北米の人、髪が長い人なんだけど金髪のね、その人が言っている内容としてはですね、まあ、やっぱりですねドロップとか新要素とかそこら辺についてかなりポジティブに捉えてるっていうか、もう興奮しているって言い方をしてます。でやっぱりこういった調整っていうのはエンドコンテンツの不足している部分っていうのがどうしてもですね大きかったので、まあ、そこに関してもやっぱり大きななんていうかな変更点になってて、でこの、まあ、人が言うにはやっぱりねポイントとしてはディアブロ4を買って、まあ、最初シーズン1とかシーズン1前遊んでた時に何を感じてたかっていうと、初動の感じというか前半戦中盤戦ぐらいはすげえ楽しかったんだけど、後半戦のエンドコンテンツの本当にまあなんていうかな最終局面というか終盤になってくるとつまんなさを感じてた、まあ、要するにエンドコンテンツ少ないよねっていうのがあったので、そこを解消するようななんかアイテム取得の調整でかなりスムーズにねダンジョンとか行けるようになったり、あとはウーバーユニーク自体がドロップする可能性っていうのが出てきたり、でさらにボスの追加によってボスの派生がね、まあ、この辺は別動画でねいろいろ詳しくまとめてるので見てほしいんだけど、そういうですね新しいシステム面の変化によってこのエンドコンテンツっていうのが退屈になってたものがかなり新しくなるっていうので、まあもちろんねまだ評価はプレイしてないから早いんだけど、楽しみにしているし期待しているっていうのがやっぱりあって、その中で素晴らしいゲーム体験を期待しているというか注目しているよねっていう話が、まあ、やっぱりあるよね。なのでそこら辺で楽観的に捉えていてポジティブに、まあ、捉えてますっていうのがあったので、やっぱりね結構俺もそうなんだけど、今回のアップデート内容ってかなり神アップデートに近いものが俺的にはね感じれたので、まあ、結構海外の人とかも、まあ、やっぱりねかなり北米とかで目立っているその YouTube の人とかもそういう話をしているので、まあ、結構ガチ勢だからね海外のディアブロの本当にやってる人たちは、なのでそういう人たちはそういうなんていうかなポジティブな捉え方っていう意見が結構多かったかなっていう形だよね。でただその中で、まあ、ドロップの部分で、まあ、そのドロップした際の興奮度が低いっていう話も出ていて、その人の中には、まあ、要するに、まあ、なんかドロップした時に、まあ、何でもいいんだけどこんな感じで、まあ、落ちたりするじゃん、ドロップするじゃん、でこのドロップした時の興奮度っていうのがそんなに大きくなくて、っていうのも、まあ、現状だとやっぱりそのユニークが落ちないとレジェンダリーとかだと、まあ、やっぱりそんなに大きく喜ぶ部分っていうのは、まあ、やっぱり少ないっていうところで、でその問題のユニークが少ないっていうのがやっぱりねポイントとしてあったりもするので、今回ユニークが増えそうだし、ウーバーユニークも獲得できるチャンスもあるしっていうところで、まあ、ここら辺でね、まあ、いいね効果を期待しているみたいな感じだったんだよね。
なのでそこら辺で結構ですね、まあ、今回はドロップも省略されますので、例えばねそれしか出ないとかトーメントだったらっていうところもあったりするので、そういったまあ簡略化するのであれば余計ねやっぱりその楽しみというか、ドロップした時のトレハンの楽しみって俺も結構大事だと思ってて、トレハンないよねっていう話も結構したと思うんだけど、まあこの人もね北米の、まあ多分アメリカ人だと思うんだけどの人もこういう風な話をしているので、この辺のトレハン要素っていうのが増えるといいんじゃないかなって話はしてましたね。であとはですね、あのアジアの方の韓国に目を向けてみようと思うんだけど、まあちょっとね俺はあんまりね知らなかったんだけど、再生数めっちゃね 2,30 万再生回ってたので初めて見た人だったんだけど、その人の動画ではどういう話をしてたかというと、まあその韓国のディアブロ4の、あれですね、実況者の人はやっぱりね、あの全体的な面でポジティブに捉えているっていう形でしたね。で、まあ、ちょっとねそのアメリカ人 の、 あの1個前に話した人と被るんだけど、特に新しいボスに関してはかなり喜んでいる、で期待もしているっていう話が出てたので、やっぱりねここら辺はまあ俺らもそうだと思うんだけど、まあ俺自体もすげえ期待してるんだけど、ここのボスが派生してウーバーユニークがっていうとこマジで俺興奮してるから、すげえ楽しそうだと思ってるから、ここはねやっぱりねトーメントでそっからエンドコンテンツさあ入った後の楽しみになるから、やっぱりねすげえね俺もねこの人の気持ちはわかると思ったので、実はね結構全体的にもねやっぱりあのいろんなところでポジティブな意見が多いのかなっていう感じですね。でドロップに対するメカニクスの変更についても非常に期待しているという話もしているので、やっぱりねそのトレハンとかエンドコンテンツ、まあアイテムドロップをあのワクワクしてランダムドロップで期待するっていう、まあそこをトレハンみたいな風な呼び方をするし、であとはあのエンドコンテンツレベル100になりました、じゃあ次何しようってなった時の何しようが少なかったし、そもそもレベル100まで行くのに時間がすげえかかるっていう形だったから、まあここのねあのレベル100まで行くのはもちろん短縮されるっていう形のアップデートも言われてますので、そこを前提にエンドコンテンツとかあとはドロップのアイテムとかっていうのがどんどんねいい感じに変わっていく予定なので、まあ概ねいろんな人がポジティブに捉えられてるよねっていう形が多かったです。まあただねこれだけ言ってもやっぱりそのなんていうかな、まああんまり意見はできるだけ両方吸い上げてみんなと共有したいなと思ってるので、ポジティブネガティブもね、なのでネガティブなの探しました。でありましたでそれもね共有していきたいと思います。でですね、今回ネガティブな人は北米の人です。おそらく北米の人英語だったんでっていう形なんだけど、でまずどういったことをねネガティブ的なことを言ってる人は、まあ、あの内容としてあるかというと、まずコンテンツ不足と開発進行方法への不満っていう形で、でまあその投稿者の人はディアブロ4のシーズン2に関してコンテンツが不足していると感じているっていう形で、これはシーズン2の、まあ、そのシーズンコンテンツですねの部分に関してそのように感じているらしいです。提供されるコンテンツが大半がバグの修正や小さな変更にとどまっていることに対して否定的だと。でさらに開発がライブサービスとして進行していることも不満を示していると。これライブサービスが多分リアルタイムでアップデートどん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 していくみたいな感じ、まあ、製品版をちゃんとあの綺麗に出してないっていうことなのかな、意味合い的にはっていう話が出ているので、やっぱコンテンツ不足とそういった、まあ、あの未完成品を出して 50%40% でアップデートしていって 100% に近づけるみたいなやり方をフルパッケージ版のゲームソフトとしてはちょっとネガティブに捉えているという話になってます。でさらになんだけど、今回のシーズン2の話にはなるんだけど、渇望の鮮血っていう名前なんだけど、まあ、ヴァンパイアっていうねその敵型の陣営がヴァンパイアっていうのが出てきて、そのヴァンパイアたちがいろいろやって戦っていくみたいなそんな感じなんだけど、このヴァンパイアのパワーを今回ね、まあ、あのシーズン1だと心臓とかあったんだけど同じように使えます。それ系で、まあ、あの装備じゃなくてスキルになるんだけど別枠のね。でこのヴァンパイアパワーっていうのがあのね全色共通なんだよね。例えばシーズン1だと、まあ、今俺装備してるんだけどシーズン1の現状だから、心臓の効果で、まあ、衰弱っていうネクロマンサーのスキルを自動発動したり、死体スキルを自動発動したりみたいな感じで、まあ、射血とかはあの全職業共通なんだけど、そういった各クラス専用の心臓があったりしたんだけど、今回のヴァンパイアの能力に関しては基本的には全て全職業共通ですっていう形なんだよね。でここに対して苦言を呈してて、どういう苦言かというと、全職共通なので単調なメタになる可能性があるっていう形で、まあ、例えばソーサラーでもローグでもドルイドでも全員同じ
同じ、まああのなんていうかな、ヴァンパイアパワーに最終的に行き着くんじゃねみたいな話になってて、メタがみんな一緒で、まあその違いが出なくて変化がなくて面白くなくなんじゃねみたいなっていう感じで、メタが単調になりすぎてて、非常にこのなんていうかな、特徴というかがなくなりつつあるんじゃないのかな。まあシーズン1もぶっちゃけ射血みんな確定で1枠取ってたから、まああれだったりするんだけど、まあそういった話が出ているという形です。まあただこの人ですら、まあ新要素とか修正はポジティブに捉えているっていう形なので、経験値の修正であったり、あとはリロール費用の値段が下がったりとかで、あとはドロップするアイテムがそこのティア3とかだったら、まあ通常レアは分解されて自動的にドロップして、ティア4だったらトーメントだったら申請までの装備は全て分解されてドロップされるみたいなっていうようなね、そういった細かいアップデートを含め、かなりですねポジティブにそこら辺は捉えられているという形なので、そういったネガティブなことを言ってる人ですら、まあ今回は結構いいとこも結構あるよねっていう話をしてるので、まあ概ね全体的にはいい感じ捉えられてるかなっていう風に思うし、俺もね今回のアップデートは、まあ、毎回言ってるけど、倉庫以外はめちゃくちゃいい。倉庫が非常に問題になってるから、まあこれはちょっとまとめでまた話そうと思うんだけど、それ以外はかなりいいので、俺的にはねポジティブかなっていう風に思ってるので、正直ちょっとねネガティブな人に関しては、まあ信頼を裏切られている、そこの不信感が結構強いのかなって思ったりもするので、まあそういった形で、まあ一応結構世界的に全体的にはいい感じのポジティブな意見で、まあ、まとめられているっていう風に、まあ、くくってもいいのかなっていう風な感じですね。とりあえずなんか再生数でバーってさ、全世界のディアブロで調べたんだけど、まあ、そんな感じでいろいろね動画があったって感じですね。まあ、ぜひねいろんな意見あると思うので、皆さんの意見とかも聞かせてもらえると嬉しいかなって感じですね。まあ、俺も概ねなんか賛成かなっていう感じですね。まあ、ただそのネガティブな部分も、あ確かになって思ったのは、スキルが、スキルっていうのはそのヴァンパイアのパワーのシーズン2の限定スキルねっていうのが、まあ全職共通、クラス全部共通なので、全部一緒の、まあ、スキルなので、そこでメタが単調になるっていうのは、ああ確かに言われてみればその可能性もあるなというふうに思ったので、まあ、ちょっとプレイしてみないとそこまでは分かんないのでぶっちゃけね今の段階でなかなかねそこの話っていうのは難しい部分があるので、確かにそういう可能性もあるなっていうところだったので、ぜひねみんなもね意見聞かせていただけると嬉しいかなって感じです。で最後にねまとめっていう感じなんだけど、まあ、さっきもちらっと言ったんだけど、正直今回のアップデートは俺の感想としても本当に倉庫以外はね完璧なんですよ。で逆を言うと倉庫をやんないとちょっとね良くない感じなんですよ。っていうのも今回確かにエンドコンテンツが強化されました。新しいボスが5種類も出て、ユニーク装備を狙っていけます。さらにそっからさらに派生してウーバーユニークも狙えます。でアイテムドロップに関してもよりクオリティというか、そのなんていうの、その快適なプレイができるようになりましたと。自動的に解体するみたいなね、低いレアリティのドロップアイテムはっていうのもあったりするんだけど、その中で経験値の取得経験値が非常に多くなります。なのでレベル100に到達するまでかなり早くなってて、で多分 40% ぐらい早くなるみたいな感じの文があったんだけど、話があったんだけど、まあとりあえずめっちゃ早くなるんだよね、レベル100に到達するまで。今までがまあ長かったから、ディアブロ3とかと比べるとね。なのでそこでポイントとしては、まあ、もちろんエンドコンテンツあります、遊びます、レベル100に早く到達します。だけどそこでやっぱりね一定のところで止まるっていうか、飽和するというか、まあやることなくなるんですよ。でそしたら何次するかっていうと、じゃあネクロマンサーだいぶやりました、次ローグやろう、ソーサラーやろう、バーバリアンやろうってなるんだよね。でその時に問題になるのが倉庫なんだよね。なので結局いい感じでレベルアップを圧縮して、みんなが求めていたレベルを加速させるっていうのも叶えたし、でエンドコンテンツも、まあ、完璧とは言えないまでも、ウーバーユニークもちゃんとねゴールの景品として置いてボスを増やしていい感じにねコンテンツ増やしたからすごくいいんだけど、なんだけどやっぱりその1キャラだけで全部やりきるっていうのはなんていうかな、結構無理があるというか、その少ないと感じてしまう可能性があるんだよね。でじゃあ次のクラス行こうってなった時に、倉庫が本当にね不便なので全クラス共通で、今タブが10スロットぐらいあるんだっけ、キャラクターの。ちょっと今見てみようか、キャラクター画面に戻って。
キャラクターを作れるスロットっていうのがあるんだけど、これが左上に10分の5って書いてあるんで、まあ10キャラ作れるんだよね。でこっから2スロット増えるんだっけ、まあとりあえず12、3スロットになって、作れるキャラクターの数が12、3キャラクターなんですよ。でその中で例えばまあ12キャラ全部ローグとかソーサラーとかバーバリアンの人って、まああのなかなか少ないと思うんだよね。俺もやっぱりあの次のシーズンとかちょうど YouTube のコミュニティページで選挙してて、みんなに投票してもらって次のクラス何にしようかなみたいな、俺もずっとディアブロ3からネクロマンサーしか使ってなくて、ネクロマンサー大好きだったからやってたんだけど、さすがに次新しいクラスやりてえなって思ってるから、そこの流れでまあやってたりするんだけど、そういう人が結構多かったりすると思うんだよね。じゃあ次こっちやろうみたいな。でそこで本当に倉庫がネックになってくるので、逆に倉庫がかなりボトルネックなので、ここを解除すれば、なんていうかな、あの解決すれば非常にねいい感じになるんですよ。まあこのネクロマンサーだけでこんな感じになってんすよ、倉庫が俺のねなのでそこを考えるとマジで倉庫がねすごい大事なポイントなので、まあ、どうにかなんか倉庫だけあの解決できれば、まあ、海外の人たちもこういう風にポジティブに概ねね捉えてくれてるので、そこのねあの部分が本当大きいね一本になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。どうしてもねそこが結局ぶち当たる問題なんだよね。やり込んでやり込んでもっと楽しもうと思った時にドンってぶつかるんで壁として、そこが本当に解決してくれればガチでいいゲームになると思うから、結構今回のまあもちろんねさらにあの次の生放送でもっとねあの別のアップデート内容とかも共有してくれるからさらにアップデート内容増えるんだけど、現状だと結構いいねアップデートをかなり出してくれてるので、それを生かすためにも本当に倉庫はどうにかねロッドさんにしてほしいなって思う今日この頃です。はいっていう感じで、今日はですね海外の人の評価とか声っていうのを実際にね、結構俺があの海外の方がやっぱりねディアブロコミュニティ大きいし、ブリザードってアメリカの会社なので情報がね出やすいし、近しいところ同じあの母国語だから、まあ俺らが任天堂の情報取得しやすいみたいな感じで、まあ同じ国だから、まあ、近しい俺らよりいるところの人たちの声っていうのは結構ね俺は聞いたりするので、まああの集めたりするので情報ね、なのでそういった人たちの声とかも聞いてみました。で韓国とかも結構ね日本以上にディアブロ人気とかがねあったりするので、そこら辺でねいろんなね人たちの意見を聞けたので、まあ結構ねみんな同じ感じのポジティブな面が強かったので、そこら辺含め俺はねマジシーズン2期待したいので、ちょっとねあの頑張ってほしいなロットっていう感じです。はいっていう感じで今日はね海外の声を聞いてみたんですが、みんなどうかな、結構俺はいい感じだと思うんだけどな、逆になんかここら辺なんか問題点あるよとかいう感じがあったらぜひね教えてほしいかなっていう感じですね。俺もね今回ねその海外の人の動画見るまでは、あ確かにそのスキルが全部均一だと、均一っていうか全部のクラス共通だと、まああのメタの単調化が生まれるのは確かにそうだなと思ったりしたので、ぜひね皆さんのご意見もお待ちしております。でこんな感じで KTR ゲーミングディアブロの動画結構出してます。で今後もどんどん出してきます、ぜひ応援していただけると嬉しいので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。でさらに生放送もねあのシーズン2になったらその今投票してもらってるクラスでガッツリやっていくので、ぜひね皆さん引き続きシーズン2も楽しく遊んでいきたいと思います。ちなみに俺本当にネクロマンサー以外全然わかんないんで、あのちょっとあの1からのスタートになりますシーズン2は、はいちょっとどうなるかわかんないけどねっていう感じでね今日はこんなにしときましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。